このところ芸能人の自殺というものがちょっと続けて起こっております。でテレビを見ていましたら、その自殺をする前に精神科にかかっている、心療内科にかかっている。でそこでの診断は、自律神経失調症、それで、うつであるというような診断ですけど、これは現代医療精神科の専門家だって言っても全く分かってないというのを代表する発言だと思います。自律神経失調症というのとうつというのは別物なんですね。で、うつというよりも抑うつという言葉が少しずつ出始めた、多くなってきたというのは22年前、しょっちゅう22年前の話しますけど、ここのところにですね、脳幹の奥深いところに何らかのウイルスが感染して、そのためにそこにヘルペスウイルスが増殖し炎症を起こした結果、自律神経の機能が非常に低下した。そうすると生命力が落ちると、当然免疫力も落ちる。で体の中のヘルペスウイルスが大増殖したわけです。でこっからこう始まったわけですけども、増殖率もいっぺんにこっからこう増えるんじゃなくて、こう増えていく間においてあっちが悪かったりこっちが悪かったり、しかもヘルペスウイルスというのは強い炎症じゃありません。弱い炎症で固まってくるので、いろんな症状、こんな症状、次こっち、次こっちというような感じで増えていって、10年経った時には全体的に全部悪くなった。でそうすると、最初不定愁訴とか自律神経失調症って言ってたものが全部まんべんなくウイルスで侵されたと、特に辛いというとかなくなってしまった。でその間にだんだん言われてきたのが、いわゆる意欲がない、何かに興味をだんだん持たなくなると、いわゆる抑うつの状態ですから、これを作っていくというのが自律神経失調症だったわけです。最初の10年はそんな状態で、その後の10年はこの抑うつ、それから抑うつだけじゃなくて本当のうつというものが世の中を騒がせる、たくさん話の中に出てくるようになってきた。でそれはヘルペスウイルスが増える一方なんです。でそうするとこれが正常な状態だとすると、頭の中にこういったところでヘルペスウイルスが増殖し、炎症を起こして固まると脳脊髄液の吸収が悪くなるので、頭の中から脳脊髄液が排出しなくなると、頭でかくなるだけじゃなくて脳圧が上がる、脳に血液の供給が少なくなる、栄養と酸素が少なくなる、脳そのものの免疫状態が少なくなって、脳そのものにもヘルペスウイルスが増えてくるという状態で、抑うつ、うつの状態が強くなってきたわけです。抑うつとうつっていうのはどこが違うかというと、先ほどの自律神経失調症というような状態で、体がうまく働かないことによって、やる気が出なくなるというのが、抑うつなんですけども、その中でうつというものを生まれつき持っている人、うつというのはこの大脳の前頭前野の発育不全、それから大脳辺縁系と言われるところの発育不全、こういったようなものがあると、そこが他よりも余分に早く老化してくると、いわゆるそういう体質が起こるわけです。自律神経失調症、世の中人ですがみんなそういう現象になりましたから、本来だったらばもっと後から、もっと年齢いってから出てくるものが早い年齢に出てきてたっていうのが、ここ20年の状態だったわけですね。ですからこの20年というのは、うつの急増ということがよく言われます。それから認知症が急増しているということ、それからがんの急増、それから糖尿病の急増ですね、いわゆる生活習慣病、こういったもの全てがこの20年で急増しているということが特徴というのと、20年前の感染症ですね、これは一致するわけですね。で自殺との関連というのはどういう状態かというと、抑うつ状態というのはいわゆるくたびれちゃってやる気の出ない状態ですから、自殺なんて大それたことはなかなかできないんです。ところがそういう抑うつ状態というよりも、生まれながらにして持っているいわゆるうつの素質で自律神経が比較的強いというような場合には、年とともに大脳の前頭前野の老化によってうつ状態になってくる。ですから普通の仕事をやってるときは意外と元気でいろいろとやってた、でもどん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 うつは進んでいく、
その状態でついに自殺になってしまうというのが、うつから自殺だから自律神経から自殺じゃないんですね。じゃあどうしたらいいのかっていうと、生まれつき悪いものを持ってたとしても免疫力、生命力が強ければ影響は少なくなりますので、このようになって抑うつ状態、うつになっている人はこのようにしてあげれば、その辛さというものはうんと半減する、自殺しなくても済むようになってくると。ですからこの状態、手上げかかと上げによると、まるで嘘のように一瞬にして頭ちっちゃくなって、こう触ってわかる、わあちっちゃくなったっていうのはわかるぐらい変化するわけですから、そういったことで努力すればですね、いわゆる抗うつ剤とか精神安定剤を飲んでみてもあんまり意味はないわけですね。22年前の自律神経失調症という名前をつけたのもですね、不定愁訴で、あっちよりこっちより何していいかわからない、薬がない、で精神安定剤を使ったと。でそのために精神安定剤を飲ませやすい原因として、精神的なストレスが病気の原因というふうにしたわけで、実は精神的ストレスなんてのはうつの原因にはならないし、うん、体の悪くなる原因にはならないんですね。ですから強いそのショック状態、精神的な大きなショックに与えられるような状態があっても、脳みその血の流れが良くて普通の状態であれば、1週間経てば、1ヶ月経てば、愛する人が亡くなっちゃって悲しい思いしても1年経てば、それはだんだん薄らいでなくなっていくもんなんですね。ところが自律神経が弱くて、脳みそのバイ菌が多くて、どんどんこのように膨らんでいって栄養が入ってこないという状態になると、一向に回復しなくなりますから。ですからこの状態を回復してあげる、水の溜まった状態を回復してあげれば、相当重症なものでも良くなります。また先天的な、頭の発育不全、こういったものがあっても、脳脊髄調整法では体液の流れを良くし、老化した組織を若返らせ、遺伝子的なものまで回復させる、そういう治療ができますので、心配することなくですね、まず自分で試してみて、あ、確かに違うわと思って、まだ具合の悪いものがあれば、治療する門を叩いてみるというように考えればですね、さほど怖がる必要性はない。ただ精神科の先生がテレビに出てきてはですね、薬を勧めるという状態というのは、我々が見たらですね、薬というのは脳の機能をさらに悪くするものであって、決して助けるものじゃないので、この辺はどうかなという、喋ってる内容から見たら、もしそこにいて討論会やったらですね、全く話にならないっていうような話をしてますので、パンの常識で言われるものとは違うんだということですね。その辺をよく考えて、本も出てますから、よく勉強されれば人生は変わりますので、あんまり深刻に考えないで、まず手上げかかと上げからやってみましょう。